みなさんこんにちは人生百年時代生き方改革提唱者のマダム・ホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となりますそのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょうということでその年を取ってからの豊かなお金持ちになるためには三つが大事なんですねそれは愛情健康お金 でこの中でも多分年をとってから大事になってくるのは健康だということはいつもお話をしていますで今日は間接的に金運を上げることについてお話をしたいと思います金運を上げるっていうのは結局皆さんからオーラが出ているかどうかなんですねもう少し具体的に言うと自分を信じるすなわち自信自信を持っているという人は人を引き寄せます 情報を引き寄せますだけど自分に自信のない人は例えばお金でもあなたがお金になったとして自信のない人のところ行きたくないわけですよねもっとリーダーシップを持ってグイグイガンガン頑張ってる人自分は成功する自分の夢を信じてやってる人にお金っていうのは寄ってくるんです。お金も人もも人人情報も自自信信を持っってて頑張いる人自信すなわち 高飛車になるとか意識が高いとか上から目線という自信ではなくても字の通りです自分を信じる自分ができると信じる人にのみ美しいオーラが出てお金も人も引き寄せられてくるんですね。そそういった意味でじゃあその自信 美しさはどこから出るかっていうことを今日はお話ししたいと思いますまず男性の場合はやはりまあ男性も女性も見た目が大事なんです外見を改善すればおのずと自信が出てきますそれが一番手っ取り早いんですよあのマインドセットだメンタルだって言ってももともと心の弱い人もうあの落ち込んでいる人を 上げるいいうことは非常に難しいんですねセラピストでもコーチでもお金払ってでも大変そんなの自分自身が落ち込んでる人ができるわけないんですよそれよりも手っ取り早いのは外見から入るこれ日本の文化お稽古ごと全て形から入りますよねだからまず形から入りましょう。ということで男性はメタボの体型をまずは直してくださいこれもいつも私が今情熱を持ってお話ししている。 レクチンフリーダイエットでで改善できると思います。今日は女性を対象にしてるんですけれども女性の場合美しくなるその自信の多分一番の源っていうのはお肌だと思うんですね。やはりお肌が吹き出物とかシミがあるとかなんかそばかすがあるニキビがあるいろいろなあの、 ティーンエイジャーの時にこのニキビを潰した跡があるとか結構お肌っていうのは女性にとって自信を持つか持たないかっていう大きな分かり道になると思いますで、女性の場合はいいのはお化粧ファンデーションである程度隠せるっていうことなんですね私の場合は今日もファンデーションの話しなするつもりですっぴんなんですけどあのアイメイクと 口紅だけで私の顔は化粧映えするんですねとってもラッキーなんですけどただあのファンデーションについて今日はお話ししたいと思いますまず去年は、まあ、今年まではこちらマックのこの瓶に入ったポンプタイプのものを使っていましたこれはアメリカ人のま元モデルの人からこれがいいということで教わったんですけれども今回12月日本に行ってちょっと奮発していいものを買ってきました やっぱりこれですね日本で多分世界で一番高いファンデーションクレドポーこのチューブまたはあの入れ物タイプでも1万2,000円します1万2,000円するんですけど、まあ、やっぱりこれだけ値段が高いともう先入観でいいと思っちゃうのか分かりませんがこちらのマックのものと比べるとやはり伸び。 がすすごく良かったですこのマックだと、まあ、ワンプッシュであの全部使い切らずに半分ワンプッシュで半分あの使うんですけどこちらの場合はそうですねあの米粒米粒2つぐらいで私の顔が全部カバーできました。で今日のテーマなんですが正しいファンデーションの使い方もう少し具体的に言うとお肌に合った色。 正しい色のファンデーションということでお話ししたいと思います。このクルドポーのあの販売方法なんですけど、まあ値段が定価が高いだけあって、あの販売方法もすごく上手でした。なんかこういうあのハンドタイプのデバイスを担当者の方が持ってきて、ここのほっぺの色と 首の色を見るんですね。色目を見るそうです。で、色目を見て。どちらの色が合うかっていうことで見てくださるんです。で、普通の人は大抵。うん、首の方が色が黒いんですね。顔は。その日焼け止めを塗ったり、あのお化粧してるんですが、首っていうのは意外と。あの、綺麗にしていないために。 日に焼けてるんですね。だからよく言いますよね。あのお化粧の厚化粧の方で顔が真っ白で首が真っ黒みたいな。この色の差がすごく激しい人いますよね。で、このクレドポーのカウンターに行くと見てくれました。で、私の場合は褒められたんですが、顔と首の色がほぼ同じでした。だから顔もあのお化粧せずに、いつものこのすっぴんでいて、首ももちろん。 お化粧してないわけですけどほぼ同じだったんですねで、じゃあ色目はって言うとまあ、このクレドポーさんの10番と20番どっちでもいいですって言われたんです10番は色目が薄い方明るい方まあ、白っぽい方20番はもうちょっと暗い方平均的な色目ということですねということで今日のテーマは どっちの色を選ぶかということです。私みたいに首も肌も同じ色で,でそのちょうど明るい色白っぽい色でもその暗い色20番どっちでもいいですって言われた時さあどっちを選ぶかということなんですがこれは昔私の知り合いでクリニックで勤めていた美容分野をしていた知り合いがいまして彼女が教えてくれたんですけれども。色目で迷ったら、 濃いいい色色を選んでくださいもう一回言いますね色目ファンデーションの色目で迷ったら多くの人は色白に見せたいために明るい色を選ぶんですが違うんです色色目迷ったら暗いいを選んでくださいこれはなぜかっていうと彼女はその元クリニックの販売部員で彼女は大学美大なんですね。で彼女が言ったの例えばあの油絵とかするときに、まあ、間違った色をこうやってしまった場合 上から明るい色を塗っても下の色が浮き出るらしいんですね。それなのでまず何をするかっていうと油絵とかまずそのあの油絵の具をこう削るんですけど削った後にまず黒の色を塗るんだそうです。真っ黒を塗ってそれからまた色目をあの足すと綺麗な色になるということなんですね。だから彼女が教えてくれたのは多くの人があの 地黒の人が色白に見せようと思って明るい色を選ぶんだけどそれは間違ってる逆に暗,い暗めの色そして暗い色で例えばそばかすとかニキビ跡とかシミとかまず暗めの色で隠してそれから明るい色を塗りなさいということでした、まあ、そういった意味でこの「クレド・ポー」私はあの20番ですね「オークル」20番を変えまして。 でこれを塗ってから後で例えばパウダーとかこの T ゾーンだけ明るい色にしましょうはいそういうことですでは皆さんきれいになってこれからクリスマスパーティーです自信を持ってくださいねではまた明日ごきげんようさようなら